ナンバー赤いキンプリとの共演で分かった事務所とテレビ局の思惑がひどすぎる。彼らの敏腕マネージャーがアリーナ公演や海外フェス出演を行いながら〇〇も兼任していた事実に驚愕。こんにちは、スコープ芸能です。 TBS 系で7月13日に8時間にわたって生放送される大型音楽特番音楽の日2024の出演アーティスト第2弾として26組が発表されました。第2弾の発表からキング&プリンスが名を連ねたことで、第1弾で発表されていたナンバーガイとこれまでタブー視されていた2組の初共演がついに実現することになったのです。音楽の日は中居正広さんと安住紳一郎アナが14年連続で総合司会を務めており、第1弾で発表された出演者たちにはスタート者のアーティストの名前はありませんでした。しかし第2弾で突如スーパーエイト、キス、マイ、フット2、キング&プリンス、ストーンズ、スノーマン、なにわ男子、トラビスジャパンの7組が名を連ね、ファンたちからは驚きの声が殺到しました。キング&プリンスと第1弾で発表されていたナンバーガイが同じ番組にキャスティングされるのは初めてのことで、番組の内容やその空気感には注目が集まり続けています。キング&プリンスは昨年5月に平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人が海外を目指したいという理由から脱退し、この3人は滝沢秀明氏が率いる 2B に移籍し、ナンバーガイを結成し、今年1月にはゴートでデビューを果たしました。ナンバーガイのミュージックビデオは毎回爆発的な再生数を記録しており、また4月には米国最大級の音楽フェスに出演し、海外進出にもしっかりと力を入れています。その一方でキング&プリンスは永瀬廉さんと高橋海人さんの2人体制となり、当初はその勢いが弱まってしまうのではないかとファン以外からも懸念の声が上がりましたが、 CD 売り上げは5人がいた時とほとんど変わらず、各社ランキングにも名を残し、さらにはコンサートツアーなども積極的に行い、そのイベントも大盛況となりました。それぞれ別の道へと進んだ5人の再共演は望み薄とされていましたが、今回の音楽の日2024で早くも同じ番組に出演することが決まり、テレビ業界からも驚きの声が上がっているようです。しかしながら同番組は8時間の長丁場ということもあって、出演の時間帯が重ならなければ直接の会話などは実現されることはないでしょう。ただどちらも人気グループで大きな注目を集めることから、ゴールデン帯などで出演が重なる可能性はあり、そうなれば楽屋などで5人が顔を合わせることはありそうだと言い、どんな会話がされるのかと注目を浴びており、ファンの間では舞台裏の様子も公開してほしいと期待の声が上がり、同じ番組に出演が叶ったことについても、もし5人の絡み合ったら絶対泣いちゃう、どちらかが出演するともう片方は出演しないという悪しき流れにならなくて本当に良かった。両グループを変わらず応援してきた身からすれば、もう素直に嬉しいの一言などと歓喜の声も上がっています。5月25日に出演した日本テレビ系音楽番組ウィズミュージックでは、司会の有働由美子アナからナンバーガイのパフォーマンスは見たりしますかと問われると、永瀬さんと高橋さんは声を揃えてもちろんと即答しており、さらに高橋さんは大好きな兄貴分みたいな感じなので毎回楽しく見させてもらってますと答え、追って永瀬さんもかっこいいよね、ゴートもねと話し、キング&プリンスはナンバーガイとの間に一切のわだかまりがないことをうかがわせました。ただ未だに双方のファンはギスギスした雰囲気があり、たびたび SNS などで衝突が見受けられます。もしも5人が再会するとなれば、番組の注目度が高まるのは間違いなく、 TBS としては5人の絡みは可能な限り実現させる意図もあるのではないでしょうか。当日はどんなタイムテーブルとなるのか楽しみにする声があふれています。そんなナンバーガイも所属する滝沢秀明氏率いる 2B の快進撃が続く中で、
会社の体制の整備が急がれているというのです。6月13日から東京有明アリーナでは 2B に所属する三宅健さん、北山博光さん、ナンバーガイ、IMP による各公演が開催されています。ナンバーガイは6月18日から3日間にわたって公演を開催しており、18日は大雨にもかかわらず午前中からグッズを買い求める多くのファンが続々と会場に押しかけていたといいます。そんな中、滝沢社長率いる 2B にはウインクファーストやディーパルズなどトレーニーと言われる研修生による新ユニットも着々と増えています。ただ現場スタッフや裏方の数が全然足りていないようで、人事面の整備が急務になっているようですね。話題になった先のマイナビでの募集はやはり切実なものなのでしょう。 2B は5月31日に転職サイトマイナビ転職でデスク、社内の様々な情報管理やサポート業務、マネージャー、所属アーティストのスケジュール調整や管理、現場同行、営業企画やプロモーションなどを担当。ライブ制作、コンサート、舞台、イベントや発表会の企画立案、アーティスト、関係会社、協力会社と一緒にライブ制作の3職種での求人を掲載しています。滝沢氏も同日自身の X、旧 Twitter を更新し、新たな時代へ 2B 一緒に手掛けていきませんか、条件が合う方、 2B で働いてみたい、お気持ちがある方がいらっしゃいましたらご応募お待ちしておりますと転職サイトの URL を添えて呼びかけました。前出の民放キー局関係者は 2B の設立から約1年2ヶ月が経過しましたが、これまでは滝沢氏らが培ってきた業界内のコネクションで社員を集めてきたようです。世間に向けて本格的な求人を行うのは今回が初めてのこと。そして2桁人数の採用もあり得る大々的な募集になるとも言われていますね。それだけ現場スタッフが足りていないというのが現状なんでしょう。というのも IMP の椿大河さんはファンタスティックスの八木雄星さん主演の映画僕らは人生で1回だけ魔法が使えるに出演することが発表されていますが、撮影の現場に一人で来ることもあったと言いますからね。一人のマネージャーが多くの芸人を兼任で担当している吉本興業などはテレビの収録や劇場にタレントが一人で来ることもあると言いますが、追っかけや熱烈なファンも多いアイドルがマネージャーを伴うことなく一人で現場入りするということは珍しいケースだと言います。しかも今 IMP は人気急上昇中ですからね。椿さんは IMP での活動に加えて映画ドラマなど俳優業でも大いに期待されている、現場でもとても礼儀正しくしっかりとした好青年といった感じで、スタッフからの評価も非常に高いそうなんです。ますます俳優としてのオファーも増えていくと思われる有望株の椿さんが一人で現場入りせざるを得ないのはマネージャーが圧倒的に足りていないからだと言います。結構な頻度で椿さん一人で現場入りする、その理由は IMP のマネージャーがナンバーガイのマネージャーも兼任しているからだそうなんです。それでは毎回椿さんにマネージャーが帯同するわけにもいきませんよね。ナンバーガイは国内に止まらない活動を展開しており、さらにはグループの多忙なスケジュールの合間を縫って平野さん、神宮寺さん、岸さんそれぞれが CM、イベント、雑誌の撮影などに引っ張りだこの状態です。 IMP もグループ活動がメインですが、メンバーそれぞれの人気も高まりつつあります。今芸能界で最も注目を集めるグループナンバーガイと人気急上昇中の IMP が同じマネージャーというのはもはや不可能ですよね。それだけにマネージャーの増員が急務になっていると滝沢社長自らが X で呼びかけるほどでしたが、グループの人気、会社の急成長に人員が追いついていないということなんでしょう。ナンバーガイは海外でのさらなる活躍を目指していますし、 IMP もさらにビッグになっていきたいでしょうからね。それにはやはりスタッフの拡充が不可欠ということではないでしょうか。キング&プリンスとの共演と絡みが叶えば日本の芸能界での活躍の幅がより多く拡張できそうなナンバーガイの3人と
そんな彼らを抱えた 2B は、社員の充実によりさらに大きな躍進を進めていくことでしょう。今後 2B の活躍が芸能界の盛り上がりにつながると予想されているだけに、さらなる滝沢氏の敏腕具合に注目が集まるのではないのでしょうか。これからの 2B、 そしてナンバーガイの活躍にますます期待が高まりますね。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。